必ず君を人間にしてあげるよ。必ず。仲間などこの世には存在しない。暴力と殺戮が聖なる力なの。そんな戦う力こそ我らが生きる証。戦う力なんていらない。暴力を捨てるのが、仲間を作るのが、私には聖なる力だの。面白い。ならば見せてもらおうか、お前の聖なる力を。パールパティ、お前と私の聖なる力、どちらが勝つか。愚か者を全て滅ぼしてくれるわ。海安湾は封じられたものの、サンジアン一族はあの少女パールバティを残し滅び去った。そして今、
闇に生を受けし者たちよ、我が王、そして我々闇に住む者の王、カイアンワンの復活は近い。皆の者、カイアンワンの名において命ずる。カイアンワン様が目覚められた後、世界を我々のものにせんがため、進行の準備を始めよ。そして、我らが王を封じたサンジアンの生き残り、ガールバティを見つけ、生け捕りにせよ。さすれば、ベナレス様、サンジアンの生き残りをチベットにて見つけましてございます。ガールバティを見つけたのか。はあ、しかし、その、取り逃がし。愉快だ。消えろ！うわぁ！カイアンワン復活は近い。地上界進出の準備をせよ。そして何としてもあの娘サンジアンを探し出すのだ。さすれば王が永遠の命を与えるであろう。我が言葉はカイアンワンの言葉なり。行け！はっ！やべえ、遅刻だ。大丈夫か？それより君こそ。いらっしゃい。あのさ、言っとくけど、俺オカマじゃないからね。はい。俺が小さい頃、おふくろが家出して、4年前には民族学者の親父がチベットで遭難。なんかすんげえ不幸だろ。しょうがねえから俺、いい金になるバイトしてるわけだ。わかる？うん、わかる。学術的なお話ね。ヤックモちゃん、どうしたのその子。あんた、女の子苦手じゃなかった？まあ、それは…ヤックモ！富士ヤックモ。富士教授の息子のヤックモ。このヤックモ！なんだ？バカ野郎、女泣かすんじゃないよ。ママ助けてよ。何がなんだか知らねえよ。それより一体何をなくしたんだい？ヤクモちゃんのお父さんって教授だったんだ。お袋や俺をほっぽり出して
妖怪ばっかり追いかけてた民族学者とは名ばかりの道楽親父ですよ。前略、元気でやってるか役場、連絡を取らずにいてすまん。父さんは今チベットから昆明に向かう途中だが、残念なことに父さんはここでこの世を去ることになりそうだ。彼女の名前はパイ。彼女が私を助け解放してくれたのだ。そして何より彼女こそ父さんが長年追い続けてきた不老不死の術を使う幻の民サンジアン運からの生き残りなんだ。彼女はもう300年以上も生きているという。教授、私も人間になりたい。ああ、必ず人間にしてあげる。そう、その昔人間に憧れ人化の術を発見した彼らは短い命しか持たない人間となり天寿を全うしていった。しかし300年前突如として大きな戦いが起こり、一族はパイを残して滅んだという。東京へ、代わりに息子のヤクモが君を人間にしてくれるよ。サンジアンを人間にする詳しいことは香港の妖撃者のアグリという専門家が知っているはずだ。頼む。ちゃ、冗談じゃねえ。あんな子来たね。せっかくだもの、商売用メイクしてあげたのよ。私、変じゃないか、ヤクモ。かわいい。あ、いや、その…もう一度繰り返します。ただいま、新宿上空に巨大な鳥が現れました。特兵パイ。待てよ、タクヒってなんだよ。杖の中にいた私の友達。友達？あの子、興奮して自分見失ってる。早く沈めないと危険。ちょっと、勘弁してよ。うっそー。やめて、私がわからないの。嘘だろう。俺、死んじまうのかよ。ダメ、死んじゃダメ。パイ、そんなバカな、本当に人間じゃないなんて。
ああ、わかんないけど、ピンピンしたら。ヤクマ。行こう、香港。必ず君を人間にしてあげるよ。